先生が分かるようにね教えてくれた、算数の掛け算やったあの何か割り算がね少しずつできるようになって、中学ってよかった、来てよかったなと思って。来る前は日本語全然分からないだからちょっと心配しました。楽しいです。楽しかったです。学校入らないとこういう友達はできなかった。これ学校ほんまいいわ、入った間違いない、もっと早めに入ると思って気持ちいいです。我々のモチベーションっていうのは生徒さんが作ってくれていると思います。生徒さんが期待をしてくださるから、また目の前で一生懸命取り組んでおられるから、だから我々は頑張らなくちゃっていうふうな思いになりますし、人の成長っていうのに本当に立ち会うことができる。学校行けるか知らんってだいぶ悩んだんですけど、孫が大丈夫よお坊さん頑張って行ったらわって言ってくれたって、ほいで来させてもらってます。なんか夢みたいに、あれ、いや嬉しかったです。その人の人生っていうのを開いていくお手伝いをすることができる、そういう方に関われたっていうのは本当に幸せだなっていうふうに感じましたね。いや入ったな、全然とイメージちゃうね。入る前はちょっと不安だよ、こんな投資どうかな、本も大変だからと思って、入ったらほとんど大人だから、学生は学校の褒め教えての方法ちょらちゃうね、しやすいような形で教えくれましたね。答えの出し方が教えてくれだったから、少し分かりかけたから今度頑張ってみようかな自信がちょっとついたんですけどね。年配の女性の方、足が不自由です。歩くのも寒い時などになると本当に辛そうにして来られてるんですが、でも来られると本当に一生懸命無理して来られているのに楽しそうに授業を受けておられる。休むっていうのしたくないっていうのをずっとおっしゃってたんですよね。怪我をされて入院をされるっていうふうなことも起こったんですけれども、病院の中からも早く退院して学校に行きたい、早く退院して学校行きたい、そんなことをおっしゃってたんですよね。だから学ぶことっていうのがどれだけその方にとって、本当に楽しみになっているかっていうのはそこでよく伝わってきましたし、そういう方の思いに応えるっていうのが我々本当に大事な仕事だなっていうふうに感じましたね。学べなかった悔しさ、学べなかったことでどれだけ不自由な思いをしたか、あるいは家族にどれだけ辛い思いさせてしまったか、そういう悔しさっていうのがその方にはきっと原動力として大きなものがあったんだと思います。ですので学んだ、何かができた、その喜びっていうのはひとしおだったなと思いますね。長い間引きこもりっていうのか、ヤングケアラーのような生活をしていた、そういう若者がいました。その若者がこれではいけない、なんとか自分も成人に近づいたんだから仕事をしよう、仕事をしなくてはっていうことで福祉事務所の方へ行って仕事のことであるとかを相談する、また自分には自信がないんだ、できるだろうかっていう相談をした中で、福祉事務所の方から夜間中学校っていうのがあるよ、そこへ来て勉強してみたらどうだ、そこから次のことを考えてみることもできるよっていう話をしてもらったそうなんです。それがその子にとって本当に大きな出会いだと思うし、その結果として本校にやってくることになりました。自信はなかったんです。実際にできないことも多かったし、でも夜間部の年配の方々、明るく元気に一生懸命される方々と一緒に学んでいるうちに、本当にその雰囲気が、その子のそれまで持っていた自信のなさっていう、どうしようかとかいう、そういう思いをどん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 小さくしていって、ここは楽しいな、もっと勉強しよう、もっとできるかもしれないっていう、そんな風な気持ちが大きくなっていくようになりました。我々もその子に対して生徒会の会長に立候補してみることとか、人の前に出て自分の思いっていうのを伝える、そういう場っていうのをどんどん提供していくようにしました。そうするとその子がそれまで見つけることができなかった自信というものを感じるようになって、次
ここへ行ってみたいな、もっと勉強してみたいな、そういう本当に学びたいっていう思いを大きくしてくれました。今高校に進学しています。定時制で休むことなく勉強しているそうです。そして文化祭とかそういう機会に一回も休んでないよっていう報告をしてくれるんですよね。それは我々にとって本当に嬉しいし、一人の若者の人生っていうものに少しでも関われた、そんな喜びっていうのを感じさせてくれる、そういう時間でもありますね。仲間と一緒に行事あるとき、まあ、いろいろパターンが面白いですね。旅行に行って心配もかけて迷惑をかけたんですけど、やっぱりね、そしてお友達、時間がゆっくりバスの中いろんな話ができるから、勉強だけじゃなくていろんなアクティビティスもやった時は楽しかったです。コロナが始まった時に夜間部は給食をとるんですが、その時間に黙食をすることになったんです。今までワイワイ楽しくおしゃべりしながら食べられてた時間が静かになりすぎたので、その時間をちょっとでも楽しくっていうことで、音楽を流そうかということである設備を使い始めました。最初は音楽だったんですけど、当時その給食の時間に給食を取られない生徒さん、学び直しで不登校を経験された生徒さんたちだったんですが、その方の課題がアウトプットの力、コミュニケーション力っていうところに私たちも課題を見ていた方だったので、アナウンスの方とかで一緒にやらないかという声かけをしました。スタートはそこからです。放送をやった時は日本語で話すことは文教の中にもありますので楽しかったです。最初はちょっとね、抵抗あったようなんですけど、アナウンスの話とか曲の選択とかを少しずつ任せていく中で、どんどん自主的に放送原稿も自分たちでインタビューを考えたり、こんなことしたいっていうふうなことも言ってもらって、放送の時間を楽しみにする夜間の生徒さんたち、放送をすることを自分たちの一つの使命のように思ってもらえた、その放送をする中で彼らがコミュニケーション力に、足らなかった分が少しずつ伸びていかれたっていうのはもう目に見えて、他の先生たちも感じてやってよかったなって思えたことでした。夜間中学校卒業したら高校に行きたいですけど、高校も卒業したら日本語のレベルをちょっと上げて日本に仕事をやりたいです。夜間部の方々が学びに向かっておられる、中間部の子たちがそこにいるからこういうふうな学びの姿を見せようとか、そんな意識は全然されてないんですね。自然に自分たちが今学びたいこと、したいことが目の前にある、だからそれに向かって一生懸命、それも楽しそうに取り組んでおられる、そういう雰囲気、そういう夜間部の方々の姿っていうのが中間部の子たちにとっては心地よいし、また自分たちもなんとなく頑張りたいなっていう風な気持ちになっていく、一緒にいることっていうのはそういう時間を作っているっていうことにつながっているんじゃないかなと思います。夜間中学校っていうようなこういう場っていうのはなくてはならない、それを必要とされる方は本当にたくさんおられる、だから絶対必要な場であるし、少しでももっと早く知っておけばよかったっていう風に思われる方を作らない、それが大事なことだと思うし、そこは我々が努力しなければならない点だと思っています。